股間一本マシンを持ってるとは。あの伝説の股間一本マシン。貼り付け台のようなものの後方にお仕置き棒が設置されたマシン。一体どんな動きを見せるのか。うちの田中だ。このマシンでどんな体勢で打ち込み食らってもビクともしない股間の持ち主なんだ。見せてやれ。何どうすんの。あ、そういうこと。感じるだ。そういうこと。もう大丈夫だ。よし、じゃあ打ち込み開始。あ、来た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 。まあ、来てるよ来てるよ来てるよ。バリバリ見せた見せたね。いつも感じた。ラックね。はい、余裕ね余裕ね。はい、そう余裕ね。見たかおい。なかなかやるじゃねえか。だからこっちも得意なやつがいるんだよ。おい、よしのぶ。全てのダメージを吸収する股間を持ってるんだ。よし、見せてやれ。ゴー。大プロデューサーやな。ビビってんじゃねえぞ。ストップって言ったらストップって言うよ。ストップってどんだけしたの。やばいな。ここからや。鋼のケツって聞いたことあるだろう。鋼のケツ？あれ俺のことだ。